前に上がりますが、6番の山中がまずは誘導員をかわして前に上がっていきました。3番塚本下がっていって、ここは4番手並走か、内を救ってきた5番の伊藤が内から先頭に立ちました。7番の坂口、1番の白川と東北勢3人ができる形。4コーナーからホームストレッチ、まもなく残りが1周です。5番の伊藤の先行、2番手は7番の坂口、3番手は1番の白川です。4番手6番の山中がいて、7番手からまくっていけるか。3番塚本バックストレッチ、縦一列の体型だ。5番の伊藤が逃げていく。2番手7番の坂口ぴったり追走。3番手1番の白川、後方からの動きはない。4コーナーから直線です。5番の伊藤が先頭、2番手から7番の坂口追ってくる。外から6番山中、5番の伊藤を押し切ったゴールイン。